はい、こんにちは。パーカッションの高波です。今回はこちら、ドラムパーカッション専門誌ドラムオンというね雑誌を紹介したいと思います。はい。いや、そんな雑誌あったんだってね、えー、知らなかったよっていう方も多いかなと思いますけれども、なんとこれね、昨日創刊されたばかり、えー、2021年7月28日に、えー、出たばかりのね、新しい雑誌でございます。はい。創刊おめでとうございます。ドラムオン。はい。まあ、これね、知る人ぞ知る え専門誌っていう感じだと思います多分ねまだ多くの方知らないんじゃないかなと思いますのでこの動画で紹介させていただきますはいまずはね何よりこの「ドラムオン」っていうねこの雑誌のテーマ見ていただきたいんですけれどもはいこれ見えますかね「ドラムパーカッションを愛する全ての人へドラムオン」おえ何を隠そうこの「高文パーカッションチャンネル」の趣旨がですね「パーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために」 情報を発信していく残していくっていう、えー、モットーでやっておりますのでこれはもうね親近感しかない、えー、わけなんですね僕これ関係者でも何でもないんですけども勝手に応援勝手に紹介させていただきたいと思いますこれパッと見ちょっとサイズが小さめなのであ小冊子みたいな感じなのかなと思いきやですね内容むちゃくちゃ濃いでございますはいこれね僕昨日3時間ぐらいかかりました全部読むまあ、隅から隅まで読んでまあ、知らなかったね ドラマーさんとかパーカッショニストさん、えー、YouTube で検索してみながら、えー、読んだんですけども、3時間ぐらいかかりました。非常にボリュームが濃い。そして、まあ、僕の感想としてはね、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白かったんですね。これ非常にチャレンジングだなと思っておりまして、おそらくね、僕が面白いって思ったってことは、もうマニアックの域まで入っちゃってるんですよ。 でね、これれ全く売れようと思ってないですね思ってたらすいませんっていう感じなんだけどもこれ商業誌かな本当にみたいな全くこびてないんですよね同人誌じゃないのこれみたいなあのドラムパーカッション同人誌っていう感じでございますはいでまあ僕個人的にはこの雑誌だったり、まあ、ここにね書いてある内容がちゃんと 売れる、ちゃんと評価される世界世界線であってほしいと思ってるんですけれどもなかなかね今世の中そうじゃないと思うんですけれども、まあ、だからこそねこの存在意義がしっかりあるのかなと思いますはいで勝手な僕の主観で言うともうこれね完全に30歳以上オーバーサーィーの読者向けっていう感じです一応全ての人って書いてあるんだけれども多分ね10代20代の子が読んでもあんまりピンとこないっていうかね刺さらないんじゃないかなとは 思いいますはい、よっぽどね突き詰めて、えー、やってる方以外は。はいだけれどもまずちょっと見てほしい読んでほしいなと思いますあの特に若い子とかでもね。こうちょっとパッと読んでインタビューとかねその特集されてる内容とかを読んでもこれどういうことなんだろうちょっとピンとこないなっていう、えー、ような内容だったとしてもあとあとね、えー、数年後とかちょっと経験を積んだ時にこう見直した時にあ ここれっっててそういういと言ってたんだみたいにねこうガテンが行くというか腑に落ちるタイミングっていつか来るかなと思いますので、えー、一家に一冊置いておくといいんじゃないかと思いますはい、まあ、全く今内容のことに触れてないんだけども、まあ、それぐらいちょっと深いところまで突っ込んだ雑誌だということですはいでまあ表紙になってますけども小川啓太さんってねまあスナッキーパーピーって えー、有名かと思うんですけれども、まあ、とにかくねパーカッショニスト的にはこのイタさんの、えー、セッティング、えー、機材とかね楽器の写真が本当にたくさん載ってるので、まあ、これ見てるだけでもね <laughs> そそるなぁとよだれ出ちゃうなっていう感じなんですね。でまあそれ以外はちょっとザーっとねはい見ますけれども、えー、その最初のイタさんの機材とか以外は大体文章っていう感じです。 だからね、今の人、あんまりこういう文章をちゃんと読めないんじゃないかなっていうぐらいの懸念はあるんですけれども、やっぱりね、そのインターネットの記事とか、まあ動画で見て学ぶのもいいんだけれども、やっぱりね、文字で、えー、そしてこの本の形で読むことにちゃんと意義があるなと感じました。はい。僕自身ですね、その、なんだろう、iPad を使って、もう雑誌とか本とか、 えー、読んじゃうんですけれども iPad とかねタブレット使ってるとどうしてもまあそれ以外のことなんか SNS 見たくなっちゃったり YouTube 見たくなっちゃったりしてあんまりこう集中できないかなと思うんだけれどもやっぱこの本の形になってるとこう開いてね持って読んでこう写真とかをね見ながらああ素敵だと <laughs> セットが素敵だとそしてこの 書いてあるね、えー、インタビューの内容とかああそうだよなそうだよな確かに確かにとふむふむしながらねあの読むっていうのがこう自分の糧になるなと感じましたので、えー、このあえて電子書籍を出してない本の形にしてるのはねあの僕すごい大正解だなと思いました。でこうしておけばねこう、えー、家にパッと置いといてちょっと気になった時にねまたこう読み返してみてああそうかそうかって、ねえー、なるかなと思います。はい えすいませんまだ内容に全く触れてないんだけれども、はい、詳しくはね <laughs>、調べてください <laughs>、とか言って、ざっと言うと、小川啓太さんのインタビューだったり、あと、カーター・マクリーン、福森さんえってね、ジャズ系だと思うんですけれども、ジャズ系のえミュージシャン、パーカッショニスト、ドラマーが、どういう観点でね、捉えているのか。特にその、今、そのテクニック至上主義とか、結構ね、見た目に派手な、 えー、まあ言ってしまえばバズりやすい、えー、ものがねちやほやされる世の中かと思うんですけども割とそこから一線を画してるっていうところですね本当にその音楽とは何か、えー、音楽的なパーカッションドラミングっていうのは何かクリエイティビティとは何かみたいなね、えー、結構突っ込んだところまでほ、まあ、本当にね <laughs> 突き詰めてるプレイヤーの方が読んだらあ分かるっていう内容なんですねはい。 でまあ、そういうことね、あんまりちょっと今まで興味なかったわっていう人もね、ああ、そういう感じなんだっていうのね、えー、知る機会にもなるかなと思いますので、読んでいただければと思います。はい、あとは、えーまあ、詳しくは、はい、買ってください。<笑><笑>あと、ネギドラムってね、僕実はネギドラムの,あのドラム使ってるんですけども、ネギドラムさんの,あのインタビューもすごい面白かったですし、あと、いろんなドラマーさんのね、スネアの裏、えー、スナッピーとか、ヘッドの張り具合、どうしてんのってね、すごいマニアック。 そして、えー、ルーディメンツ。これ何であったのかちょっとよくわか,かんないですけども、あの作ってる方教えてください。すごいね、あの、深いった内容なので、急にね、あのルーディメンツの基本的なやり方とかが載ってるんですよ。これ何で載ってるのかちょっとよくわか,かんないですね。あの、多分これを見て面白いと思う人は、多分ルーディメンツはね <laughs> あの、当然知っているよっていう感じだと思うので、ね、なんでここだけちょっとビギナー向けなのか <laughs> あの、気になりました。はい。というところですね。 あと、田中教授さんってね、あの僕もあのよく一緒にやったことがありますけれども、ミャンマー音楽、ミャンマーの打楽器とリズムってねすごい面白かったです。はい、あとは、ドラマー・パーカッショニストが聴くべき音楽っていう、えー、いわゆるそのレコード紹介、えー、レコード紹介って言わないか、あディスクレコメンドねおすすめの音源紹介っていう感じで、えー、テーマごとに大体10枚ぐらいのアルバムが紹介されてます。例えば、現代のロックを作るドラミング。 で10枚選ばれてたり60年代70年代のドラマにね影響を及ぼしたえ10枚だったりパーカッショニスト的にはドラマーパーカッショニストによる必調のリーダー作ということでねえ10枚選ばれてたりあとブラジルのドラマーパーカッショニスト特集とかまあキューバ音楽だったらどうかとかねえジャンルごとに おすすめ音源が紹介されてたりしますので僕もね今までこれ聞いたことなかったやつねこれ見て、えー、聞いてみようかなと思いましたはいなので非常におすすめと <laughs> いうことでございますはいというわけで今回はドドララムムパーカッション専門音の紹介でした僕のチャンネルをチャンネル登録してくださって普段からね週に1本以上は僕の動画見てるよっていう方であれば結構ね刺さる内容かと思いますので気になった方は是非チェックしてみてください はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。また、メンバーシップの制度を使いまして、このチャンネルのサポーター様を大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーになっていただけるとありがたい、とても嬉しいので、よろしくお願いします。同じく概要欄に詳細が載っております。 また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやっておりますのでチャンネル登録してぜひ参加していただければと思いますということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。